ついにラストになりましたね。サイドストーリーピクミン 3.8 ですけども、チャッショーとの仲はこれで悪くはなってます。その辺に対して僕がブラック企業って気づいたことに対してもコメントをいただいてまして、前の動画とかに。それ以外にツイッターとかの人とかの話もね、ここの道のりが長いから、帰り道が長いから、その時とかに喋りたいと思います。エンディングあるんでしょうか、そこはまだ分かってないです。もうオリマとルイもそもそも意思の疎通できてなかったですし、チャッショーとももうできてないです。早く帰りたいです。行きましょう。なんか俺間違えてる人数合ってるか。なんかここ20連射するの難しくない？あ、でも5匹余るから連射しといていいんやな。次からの反戦しよう。クリアできんかったらこれが。で、密集してるって言ったから、結構色の属性大変なんかなと思ったけど、もう80匹もいれば関係ないですね。頑張りたいと思います。麦製頑張りたいと思います。それは、ツイッターで最近フォローしてくれた人に勇気づけられました。あっち側に行きたい。あかんなこれ。しまった。え、びっくりした。80匹いる。で、ちょっと見習いますね。無理せよ。壊れてないだろうな。あれ、どこにいらっしゃる。無理性じゃないとダメですよね。そうね、最近ツイッターフォローしてくれた人が多分初めてピクミンやってるんですよ。体験版で気に入ったって言ったんで、おそらく主婦の方なんですけど、かわいそうやでか知らんけど無理性で頑張ってますって言うんで、本当に勇気づけられましたね。カニが大変やったとか可愛いこと書いてあったんで、僕はそこに逆に勇気づけられて、一人で今まで孤独にやってきてましたけど、無理性をね、孤独にやってきてましたけどもね、頑張りたいと思います。で、この帰り道に喋ればよかった。何してんやろこれ、遅っ。ごめん。無理性かつ早くって思ってるんで、ごめん今の。ごめん。でもこれが終わっても激辛とかやりたいと思うし、2回目で記録とか作りたいなと思ってるんで、よろしくお願いします。結構でも再びの2面からはもう結構力いっぱいやってるんで、なんつーの、そうじゃないとクリアできなかったんですよ。2とか2面とか。やべ、これなんかこの辺でルイとさよならしとこうか。
降りまやん、さよならしたの。こうやな、構図としては。バイバイせんかったで連れてってあげよう。いやー楽しかったですね。あ、コメントはブラック企業ってことにデイ9で気づきましたら、ついに気づきましたかってすぐにコメントいただきました。ありがとうございます。そこら辺も可愛いですよね、チャッショーとかと。こう押せるんかな、俺がこうやってギューって押せそうやな、こうやってギューって。これはこれ以上速くなるんでしょうかね、麦製で。なるよね、なるよね。どっかに俺花もあるんじゃないかなと思ってるんですよ、3つか。ってことでエンディングあるんかな、楽しみにしてます。ありがとうございます、ご視聴もありがとうございます。最終ステージらしいところやった。ただ属性はそんなに気にしてないけど、あのさっきの動画でも言ったけど、ここのミッションで右性って僕勝手に目指してたんですよ、 Wii U の時に。でもここでも右性っていうのが出るんですよ。あ、嬉しい。右性っていうのの今のスタンプっていうか、あれスタンプじゃないな、あれをもらいたいけど、ここの面は出てないな。1個前まで出てたんで、それを見たいなと思いますけれどもね。まあ、ありがとうございます。あ、見たかったなと思いますけど出てないですね。なんでかな、前の面までは出てたんですよ、麦製かどうかの証拠が。多分 Wii で俺がやってたからじゃないかな、 Wii U で。ありがとうございます。麦製にしては頑張ったんじゃないかなと思う。頑張ったほど難しくないけど今ので、エンディングなるんかこれ。見たい見たい見たい。おお、嬉しかったけど、あのそういえば羽ピクミン出てこんかったやんと思ったのと、最初の愛の歌、ピクミンの無印のあれにフランス語バージョンがあって、その CD 買ったことを思い出しました。今のフランス語かなんかわかんないですけども、はい、ありがとうございました。今後も続けていくんでチャンネル登録よろしくお願いします。はい。